今メギドの話をしています。でメギドが中間地帯であるということ、非常に危険な場所であるということ。メギドはアジア大陸とアフリカ大陸に挟まれているサンドイッチ状の場所であるということ、そして世界の軍隊が行き来する場所である、こんな危ないところにイスラエル人が置かれた理由は、彼らが信仰が試され神の素晴らしさを証言するために目的を持ってこの危ないところに置かれているんだということ、これ1番目のポイントで話をしました。2番目はね、海洋性気候と砂漠性気候の間に挟まれているんです。これサンドイッチ状態です。つまり海と砂漠に挟まれているということです。で海の気候が勝ってると雨季です。冬がそうです、雨が降ります。ですから砂漠の気候が勝ってると夏です。一滴も雨が降りません。まあ、日本人は夏に雨が降らないっていうのは難しい、理解するのは体感的にね。でもカリフォルニアから来られた方は地中海性気候ですから、夏になると雨が降らないっていうのは体感的に分かってます。あれと同じです。でこの地でさっきねカルメル山にいたでしょ、あそこで雨乞いの戦いがあったって話しましたね。要するにここはエジプトと違うんです。エジプトは水路を作って灌漑農業した国なんです。足で水車を回してね、まあ、僕も小さい頃田舎に行くと農夫が足でね水車を回して水を汲み上げている姿昔見たことはありますけど、まあ、足で水車を回して水を汲み上げていた時代、つまりね人間が努力すればできた農業なんです。ところがこの地の農業はね違うんです。上を見上げて待ってるしかないんです。神様雨を降らしてください。それでイスラエルの民が神の方を向いてると雨が降るんです。神から目が離れると雨が降らないんです。つまり生活できないわけ、信仰を試してるんです。で海と砂漠に囲まれてるっていうのは、春は雨が降る時期から乾燥する時期に移行している時期です。今がそうなんです。僕ら今3月にこの地に来てますけど、すでに雨季が終わって乾季に入ろうとしている、その変化の時期に今来ています。それから秋になると今度は乾季から雨季に変わる変化の時期に入ります。で秋に降る雨を秋の雨、最初の雨、それから次に降る雨が春の雨なんです。秋の雨が降ると農夫は地面を耕して種をまくんです。春の雨が降ると穀物にエネルギーが与えられて実がつくんです。収穫の時期が近いということですね。から先の雨っていうのは秋の雨なんです。後の雨っていうのは春の雨なんです。これは海と砂漠に囲まれているその中間の気候にあって四季がサイクルとして回っていくからそういう状態になるわけです。でもね自分の力じゃどうしようもない、見上げるしかないんです。それが信仰を試す地だっていうことですね。で今日この動画をご覧の皆さんの中にもね、どうしようもない、雨が降らない、もう人生の乾燥期に入っている方がいるかもしれませんね。見上げてください。本来クリスチャン生活というのは危険な地なんです。神様を信頼しなければ祝福が降ってこない地なんです。今神様はあなたの信仰を見てあなたを試しておられますね。ぜひ神を見上げてください。メギドは中間地帯、一番目のポイントがアフリカ、アジア大陸とアフリカ大陸の中間ですよ、危ないんですよ。二つ目が海と砂漠に囲まれている、海洋性気候と砂漠性気候に囲まれている危ない地なんですよということですね。さあもう一つあるんです。
ここでストップして休憩してから3番目話したいと思います。